こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットの図鑑を埋めに行きたいと思います。すごい豪雨になってる。さっきまで晴れてたんだけどで、現在の図鑑が365で結構ね埋まり始めてはいるんですけど、いないポケモンがもうね捕まえにくいポケモンしか残ってません。で、その中でパルデアの大穴で捕まえられるポケモンなんだけどいないっていうのがいたので、今回はパルデアの大穴からスタートさせたいなと思います。はい、第4観測ユニットに来ました。フィールド上でもいるポケモンにはなるはずなんですけど、2匹ね、ここにいるポケモンを捕まえて図鑑を埋めたいと思います。いや、いないな。キラーメ、あ、ジヘッドがいる。そう、なぜかね、ジヘッドとキラーメだけ図鑑登録がないっていう違うところで見つけてた気がしてたんですけど、いなかったので今回はこの2体から捕まえに来ました。最後に残ってたのが、そう、進化の方法がレベル進化で進化するポケモンとか、あとは通信交換で進化するポケモンと、バイオレット限定のポケモンだけに残しておきたくてこのタイミングになったって感じです。乱暴ポケモン、頭同士の仲は悪い。え、そうなんだ。2つの頭を可愛がらないと嫉妬で大喧嘩を始める。仲良しなんだと思ってたそうなんだね。じゃあ、両手で、右手と左手で頭よしよししてれば大丈夫ってことかな。同時だったら喧嘩しない、そういうこと。そうなんだ、仲悪いんだ、ジヘッド。ソードシールドの時はね、あれ、なんか落ちそう。ソードシールドの時って初めて色違い出たのか、そう、ジヘッドだったかな、モノズかだったので色違いのポケモン持ってたんですけど、今作はまだ出会ってないですね。いっぱいいる。え、待って、宙浮いてる。あの子どうしたの、浮いてる。あ、落ちそうだから、落ちそうだから頑張ってる。ごめんね、それはちょっと私にはどうもしてあげられないかな。めっちゃ走ってる、頑張ってるそっか、2つの頭は仲が悪い、知らなかった。で、もう1体キラーメなんですけど、さっきからね見に来てるんだけどいないね。モノズばっかりいる感じがする。特になんかご飯とか食べてるわけじゃないんですけど、いつもすぐいるのに、なんで、なぜいないんだろう。なんかもっとすぐ出会えると思ってましたね。キラフロルだっけ、あ、いたいた、一匹だけだあれ、なんか群れでいるのを想像してたんですけど一匹だけ。そう、この子もね、なんでいなかったのかわかんないんだけど、いませんでした。上のフィールド上、地上のフィールド上って多分レア枠だから出会いにくいはずなんですけど、パルデアの大穴来てたのに捕まえてるのいないっていうね、ちょっと個人的には驚きです。キラーメ、鉱石ポケモン。洞窟の壁から栄養分を吸収、毒の結晶でできた花びらを身にまとう。そう、これ栄養分を吸収してるから、たまにキラーメじゃなくてキラフロルが突き刺さってるんですよね。そう、あれ全部キラーメか、キラーメじゃないや、こう結晶になってるの全部キラフロルかと最初思ってましたけど違ってましたね。ちょっと見えません、パッと見もしかしてポケモン全部刺さってるって思ったんだけど、初めて来た時はそう思ってましたが違いますね。あ、ここにいたのか。あれ、え、ここのポケモン出るの、うわ、ここの道知らなかった、上にも出るんだ。現在367まで埋まりましたが、受け取るの忘れてたのでちょっと受け取りますね。今どのポケモンがいないのか全然分かってないんですよね。タイマーボール10個、220冊でもらいました。あれ、230冊は、あ、北岩鉄スピードボール1個、これ使わないで取っておきたいけどどうしよう、
みんな使ってるのかな、岩鉄系のボール。あー、これもだ、フレンドボール。色違いのこのポケモンに入れたいっていうのが出てきたら使いたいかな。これ目覚め石ですね。目覚め石1個。これなんだっけ、レベルボール、レベルボールだ。レベルボールいいな。はい、ルアーだよね、確かルアーボールそして水星のかけら、次なんだろう、320までをもらえますよね。あ、ヘビー、そっか、ヘビーボールも岩鉄だから今作ないんですよね。アルセウスの時は買い放題のヘビーなんちゃらってボールだったけど、そういえばないよね。あれまだもらえる？あ、まだもらえるね。340まだか、360までか。ムーンボール終わったと思ってたもうちょっといける。あ、ドリームボール、かわいいの入れたい。あ、これで終わりですね。結構埋まってた。現在の図鑑が367になっていないのは、まあ御三家はまだ進化させてないからいないっていう感じですのね。ニャオハとクワツは持ってるので、そこからのニュースでゲットする。でその他だと何がいないんだろう。一回全部見た方がいいですよね、きっとあ、アマージョいない。アマージョ今節多分アママイコから進化じゃないといないと思うので、あとはレイドだと思うので、これは進化かな。レベル進化ですね。石炭山もいないはず。確かフィールドには出ないですよね。トロッコンから進化をさせていく感じ。そしてカジッチはもう一体捕まえて、アップリューとタルップルに道具進化をさせないといけない。そのアップリューはね、一回あったんですよ、レイドで。実は星6レイドで強すぎて勝てませんでしたドラゴンアップリューだったんですけど勝てなかったですね。でゴクリンマイノームはバイオレット限定のポケモンで、他は、皆さん図鑑埋まり終わったっていう方、最後のポケモン何だったんでしょう。ベトベトンもベトベタから進化だね。一番最後このポケモンで埋まりましたっていうのをよかったらぜひコメントで教えてください。みんな何が一番最後だったんだろう。あ、マニューラも進化させないと。ニューラからマニューラね。マニューラ群れの中にもいない感じだったから、多分ここからの進化ですよね。道具進化させないと。あ、ポットデスもだ、道具進化。あれ、ポットデスって野生出てましたっけ。いや、ヤバちゃんは見たけど、ポットデス見かけたことなかった気がする。ってことはやっぱ道具進化。あとここハッサムね、通信交換の進化。メグロコしかゲットしてないから、ここ2体もレベル進化で、タツベイ持ってるのでここもレベル進化させないとですね。バイオレット限定なんでボーマンダいなくて、でそう、デブリムがねずっと見つけられなくて、どうしてもダメなので、デブリムだけ本当はフィールドでも出るんですけど、ミブリムからの進化にしないとダメになりましたね。多分ねこれ出ない、一番難しいと思う。デブリムを野生で出すのって何か所か場所があって結構回ったんですよ、見張ったんですけど出なかったです。エスパーのねレベル2のお料理とか食べても出なくて、そこつらいでブブロン、あ、ブロロンはブロロローム進化、レベルとかですよね確か、進化させるし、あ、ここもバイオレット限定だからな、進化させてドラメシアからやるかな。投げつけザルもエバイオレット進化ですね。ここ、あ、バイオレット進化じゃない、や、バイオレット限定ですね。で、石返事、氷っぽかな、バイオレットのポケモンなのでいなくて、で、ここもですね、バイオレットの火ポケモン。あ、シビルドンは、雷の石進化でしたっけ、進化させなきゃ。こんな感じです。結構埋まってはきてるんですけど、ところどころいなくてっていう今感じになってるので、一応ですね、スカーレット側で入手できるポケモン全部集めてからバイオレットの方起動してスカーレット用にゲットしに行きたいなと思います。
でね、親の名前自分にするために一緒に入って近場でこう活動して入手するっていうのもねちょっと考えてるので、どうやるかはまだ決まってはいないんですけど、頑張って集めていこうと思います。はい、ということで今回はこれで終わっていきたいと思います。次回はレベル進化ですね。頑張ります。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you.